有村くん、ちょうどよかった。アキ、コウタ、どうしたの？今、強力くんにミス毒についていろいろ教えてもらってたんだ。有村くんってすごかったんだね。アキ、何か余計なこと言ってないだろうな。そんな、クランケ番号77623に誓ってユウくんを貶めるようなことを言うわけないやろ。ユウくんはやめてよ。あ、すまん、つい。俺はミス毒の音無ユウがいかにすごかったのかってことを伝えただけや。歌やダンスが上手だったとかいろいろ聞いたよ。なんか恥ずかしいな。真空ボイスって呼ばれてたってね。有村くん、僕ちょっと歌聞いてみたいな。え？アホー、なんちゅうこと言うんやコウタ。え？お前急にここでジョッキーなら馬に乗ってみろって言われたらどんな気持ちになる？気悪いやろ。それと同じくらいお前は失礼なことを言ったんやぞ。ひれ伏せ、土下座して謝れ。そんないけないことだったんだ。有村くん、ごめん。いや、そんな謝らなくても大丈夫だから。アキ、言い過ぎだって。いや、クラン家としてユウくんへの出現は許せん。ごめんなさい。もういいから。歌うくらい別にいつでも。え、いいの？いいよ、歌は好きだし。ほんまか、歌って くれるんか。アキ、近いって。少しだけね。アキ、何か好きな曲あった？そうやな、もちろん Walk for a Dream は外せへんやろ。メジャーデビューシングルの Fly High もええし、ドラマタイアップやった Your Eyes も捨てがたい。待て、どうせならユウくんソロ曲の Frozen を。強力くんすごい。コウタも競馬のこと話すときこんなだけどね。そうなの？よし決めた。初めてシングルランキングで1位を取ったあの名曲、青い記憶を頼むわ。がっつりリクエストしてる。わかった、じゃあ行くよ。待て、こうだ、正座や。え？姿勢を正して聞くんや。わかったよ。